北条総軍役の市長演奏をする陸上自衛隊の音楽隊小田原北条五代祭りは神奈川県小田原市の伝統的な祭り。北条五代祭りと略され、略字の北条で表記されることが多いが、北条表記が正しい。武者行列、パレードと呼称されることが多い。同時に開催される松原神社、大稲荷神社、山王神社、伊丹神社、 下府中神社の霊体祭と、しばしば混同されるが、上記神社の本社神用は5月3日のパレードの最後尾で吐揚され、別のものである。戦国時代に小田原城を拠点とし、五代にわたってその映画を極めた、戦国大名、後北条氏をたたえし忍ぶ祭り、2004年に第40回を迎えた。主に五代城主を模した、武者行列、地元の高校、 陸上自衛隊音楽隊などのパレード隊など総勢2000人を挙げて行われている。北条氏の家門である三つ鱗を染め上げたぼり旗を掲げたり、鉄砲隊による砲撃など迫力のある祭りが展開される。祭りの最中は商店街のアーケードの下に多くの見物人による行列ができ、地元ケーブルテレビで中継される。5月4日から5日は、 小田原市内中心部は常実のように各社の出し、みこしの運行を、小田原市観光協会は、ポスターやインターネットで告知はしているが、小田原駅周辺は渋滞するために通り抜けようとする、車両は注意が必要である。新予体第51回の構成。吹奏楽隊戦同役音楽隊無車隊先駆け、軍団無車隊北条軍団町集隊。ありがとうございます。